ついに、ついに歴史が動いた。皆さんお元気でしょうか。スージーと申します。今回は月産2023年8月号のからかい上手の高木さんの感想を語っていこうと思います。よろしくお願いします。ちょっとどうしよう、いやもうどうしようかね今回ね。いやもうとんでもなさすぎる話でしたね今回は。まあ、今回もいつも通り感想を話していくんですけども、今回はマジでこの動画を見る前に本編を読んで、マジで読んで、もう高木さん好きだったらぜひ読んで、ちょっと一旦動画を止めて買ってきてください。高木さんと西方の2人の物語がさらに動き出した日と言っても過言ではないと思います。というわけで今回も早速行ってみましょう。絶対に本編読んでから見てね。はい、読みましたね。確認するよ、何回も言うよ。というわけで、今回月産2023年8月号のからかい上手の高木さんは好きということでした。もうねこのサブタイトルからしてとんでもないことがねもうよくわかるわけですよ。通常ね高木さんのサブタイトルはもうほぼほぼ単語なんですよね。まあ、今回の話の流れからして好きというにはまだ早い、なんでこういうまあ保護みたいなのがねくっついてるわけなんですけども、まあこの時点でいつもと違う話だなっていうのがねまあまあよくわかるわけじゃないですか。というわけで表紙から早速行ってみましょう。雨上がりの青空が広がる中、西方が顔を赤くして、走っておりますね。全力で走っておりますね。空の彼方にはうっすらと虹がかかってるのも見て取れますね。というわけで今回この表紙どういう意味かっていうのは、物語を読んでいくと後に分かる、最後に分かるという、まあ、後ほどまたここに戻ってきますんで、しっかりとこの西方を目に焼き付けておいてください。まあ、このページのね冒頭の煽り文にもね書いておりますよね。いつも通りの帰り道がそうじゃなくなる日、そうじゃなくなる日とは一体。というわけで本編ですが、学校の授業も終わって高木さんと西方が一緒にね帰ろうとしております。この一緒に帰るってのはもうお互いにもう何の疑問も抱いてないと。二人にとっての日常は二人で一緒に帰ることだ、まあそういうことですよね。で今日も京都で西方は高木さんにさ、今日はどうやってからかってやろうか、どうやって勝負に勝ってやろうかっていうのを画策してるわけなんですけども、まあ、そんな中西方に声をかける女の子が、それもなんと珍しいことに早苗ちゃんから西方に声をかけてきます。まさかね背中を押すのが早苗ちゃんだなんて誰が思いますか。まあ別に背中を押してるわけじゃないんですけどね。でもなんかそう見えちゃいますよね。まあ、そして早苗ちゃんとの用事も終わったそうで、高木さんと西方がね一緒に帰宅しておりますと、高木さんが早苗ちゃん何の話だったのと西方に問いかけるわけですが、なんと西方、早苗ちゃんから陸上部に入らないかとお誘いをね受けたそうです。でまあここで言ってるんですけども、これ3年生の春のお話なんですよね。3年生の春の勧誘ね、まあもうこれから1年間で卒業するっていうタイミング、結構珍しいタイミングですよね。これ3年生の春の話っていうのは作中でもかなり珍しいというか、まあ作中もっと高木さんのね話ももちろんあるわけなんですけども、それを除いて学生時代のこの中学3年生の話を描くっていうのはかなり珍しい、もしかすると初めて、ちょっと定かではないですけども、まあかなり珍しい、だいぶ先に進んだ2人を描いてるわけですよね。そしてどうやら西方がまあしょっちゅうねランニングしてるわけなんですけども、それを見た陸上部の顧問の先生がなんか姿を見て勧誘されたそうですね。まあ、確かにね例のマラソンの時から西方ずっとねもう日課のようにランニングを続けているわけですよね。最初はもちろんね高木さんとの勝負に勝ちたいっていうところから始まったわけなんですけども、それもなんか癖になっちゃって、結果今みたくずっとねランニングを続けているっていう状態なんですけども、そんな西方に「へえすごいね」っていう高木さん、まあでも現状西方は陸上部に入るかどうかはまだ決めかねている状態ですね。それは何でかっていうと、高木さんと一緒に帰れなくなるからなーってね、ここで一人で心の中で答えを出してるわけなんですよね。で今回この西方の自問自答というか、自分の心の中の高木さんの思いへの整理っていうのがめちゃくちゃにフューチャーされてるというか、それをもって物語の核心についていくっていうシーンが多々見られるんですよね。でこの高木さんと一緒に帰れないしなーっていうのはそのまず第一歩目ですよね。で西方はすぐに気づきます。あれと、
まあね、そんな西方をよそに高木さんはね、もう西方の心がね、もう読めるようなもんなんで、すぐにね、高木さんは、へえ、私と一緒に帰りたいからかなって、西方をね、からかうわけですよ、心を読んで。もう西方のことなら何でもね、お見通しの高木さんですからね。で、まあ、いつも通りにからかわれた西方なんですけども、この次のページのこの、まあ、セリフで言うところの点点点点ですよね。で、この後西方が一コマ挟んで高木さんのことをちらっと横目で見るわけなんですけども、そんな西方と目があってんっていうね、この高木さんのいつもの微笑みながらのこのどうしたのみたいな感じのね、もう作中何十回何百回とね出てきたこのいつもの高木さんの横顔。そして西方はそんな高木さんの横顔を見てまた頬をね染めるわけなんですけども、西方にね確実に芽生えがね訪れてるわけだと思うんですよね。まあ散々こういうからかいを受けて頬を染めるっていうのはね、もう西方の代名詞ぐらいよく使われてる表現ではあるんですけども、確実に芽生えてるんですよね。そしてこの後また西方が自問自答してるわけなんですけども、西方の心の中で自然と高木さんと一緒に帰りたいっていう気持ちが芽生えていることを自覚するんですよね。そう、自覚。そして高木さんのことが俺これじゃあと思った瞬間に、高木さんが好きなんじゃないという言葉を重ねるんですよね。高木さんはね実質西方の心を読めるわけなんですよね。そんな高木さんが西方の心に言葉を重ねるんですよね。いや、もちろん高木さんはねエスパーじゃないし超能力者ではないけれども、西方の心はね手に取るようにわかるわけなんですよ。で、この西方の自覚と高木さんの言葉が重なった時に、また西方の自覚がこれは成長していくんですよね。成長していくんじゃないかなと思うんですよ。で、もちろんねこの後西方はすぐにねその言葉を否定するわけなんですけども、ただこれはもう高木さんのいつものからかいであって、高木さん的には走ることについて好きなんじゃないのって言ったわけなんですけども、西方としては高木さんへの思いと勘違いしてって、まあいつものこのアンジャッシュ状態まあなんでもうからかい上手の高木さんの王道の一つだよなっていうね感じで進んでいくかと思われたんですけども、この後、通り雨がね降ってきますと、突然の雨に打たれた高木さんと西方はいつもの神社で雨宿りをすることになりますと、二人でね神社の軒先、まあ、いつもの縁側の上で座って雨が通り過ぎるのをね待ってるわけなんですけども、そんな中西方はねずっとねもん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 とね思考を巡らせるわけなんですよ。自分の中で抱えているこの心の葛藤、高木さんへの思いっていうのをどういうものかっていうのを考え巡ってるわけなんですが、でこの8ページですよね。好きとかじゃないけども好きか嫌いで言ったら…っていうこういうセリフ、これ3期12話ね、アニメの3期の最終話でもね同じシーンありましたよね。あの時はね肉まんの話とかやったと思うんですけども、それの踏襲にもね思えるわけなんですよね。で、あの時ももちろんね答えらしい答えはねもちろん出てなかったわけなんですけども、で今回この8ページ目の中のコマですよね。高木さんのことを好きか嫌いかで言ったらてんてんてんって考えた後に、西方がふと一瞬固まるんですよね。で、ここでまた西方はセリフにはなってないけども、おそらく一つ自覚してるんですよね。まただから次のね心の中のセリフに繋がってくると思うんですけども、そんな変な意識をね払拭するために、はっきりさせるために、好きということって言葉はね、ググっていくわけなんですググるんですよね。そしてまあググった結果、気のせいでしたって西方はね心にね落としどころを見つけるわけなんですよ。ただねこれ調べていった結果、全部ね、思い当たる節しかないんですよねもう全部高木さんに当てはまってるし、全部それは好きな相手に対する行為だってのも全部ね当てはまってるんですよね。十中八九行為なんですよねあれ西方高木さんのこと好きすぎないかまあでも当の本人である西方はもちろんそんな自覚はね認めないわけですから、西方は一人でねどん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 自分の心の中で整理をつけていきます。はい、一旦整理しようですね。一旦整理しようね、からかってくる相手を好きになるはずなんてない、高木さんには勝ちたいだけだと、そして心を整理した西方はいざ高木さんにね視線をね向けます。いつも通り勝負を仕掛けるために、そしてこっからですよね。ずっと大事なシーンばっかりついに歴史が動いた。11ページ目ですね。高木さんに視線を向けた西方、その視線の先には
視界いっぱいに広がる高木さんの横顔ですね。いつも通り、別に何も特別じゃなくて、普通に笑みを浮かべながら、まあ、空をね見張る高木さん、雨止まないかなって思っているであろう高木さん、そんな高木さんのことを目を見開いて直視する西方、この自然体の高木さんと、そんな高木さんを見つめる西方、そして次のページ、2人の声がねここでシンクロするわけなんですよね。あと、ただ一言あと、このたった一言あにどれだけの意味が込められているのかはね、もうね計り知れないわけなんですけども、で次のコマ、まあ、小さいながらもね西方がね頬を染めてるっていうのはね見て取れます。そして一方高木さんはというと、少しくすっとね笑みをこぼした後、さあ次のページですよ、いつもの笑顔で晴れやかな顔で晴れたねって伝えます。そう伝えてるわけなんですよね。この瞬間ですよね、きっとずっとずっと素直になれなくて、からかってからかわれてっていう、もどかしいけれどずっとずっと尊くて甘くて優しくて、そんな中学生の淡くて可愛い恋心がついに動いた瞬間だと思うんですね。ちょっとねやばすぎてね喋れなくなる高木さんと西方、もうずっとね、膠着状態だった2人の物語がついに動き出した歴史的瞬間なんじゃないかなって僕は思いました。西方の心が動いた瞬間なんじゃないかなって思いました。この13ページ目のなんと美しいことか、この高木さんの表情もそうだし、その表情を見た西方のねこの赤い表情もねそうなんですけども、もちろん2人のセリフではないし、そういう表現もされてないけども、間違いなく2人の心が通じ合った結び合った瞬間なんじゃないかなって思いました。これもね後で話します。そして雨も上がって、雨宿りの必要もねなくなった2人は帰ろっかっていう高木さんに動揺する西方、春のこの空はすっかりもう快晴ですよね。そしてまた通学路、高木さんはねもう可愛い笑顔でね西方に手を振って2人がね別れていくわけなんですけども、高木さんが帰ろうとした瞬間、西方がね呼び止めます。さあいよいよ最後ですね。呼び止めた西方はうつむいたままちょっと間を置いて言葉をね紡ぎます。今回のこの話、始まりは西方が陸上部に誘われたことについてでしたよね。なんで西方はその走ることについて自分の思いを高木さんに伝えます。好きかもしれないという思いを高木さんに伝えます。自分の自覚を、自分の思いを高木さんに言葉にして伝えた瞬間ですよね。そう、走ること好きかもしれないですね。そんなね西方の言葉を聞いて高木さんはねいつもの笑顔で、そういつもの笑顔で答えるわけなんですよ。そうだと思ってたよって、そうだと思ってたよですよ。この高木さんの笑顔の意味を、僕この笑顔の意味ね分かんないまあ後でもうちょっと喋るんですけど、本当に今回ね分かんないことが多すぎる。でまあね、最後に自分の気持ちを伝えた西方は、なんだろう、まあ逃げるようにじゃないけども、じゃあまたって言ってね、全力でね走っていくわけなんですよね。走って帰っていくわけなんですよね。まあそんな西方を見て高木さんがまたカラカラ笑いながら終わっていくという話なんですが、まあ、そしてこの横の煽り文ですよね、最後の西方がね気づいたんですよ。もうだって書いてるもん書いてるもんだって気づいたってこれがね今回のこの本編の大まかな筋なんですけども、今回マジでちょっとヤバすぎてさ、えげつないんですよね。あのもうからかいバトルを超えてさ、最上級の恋の駆け引きをしてるわけなんですよ。僕ここまでさ恋の駆け引きをしてる恋愛漫画って見たことないし、読んだことないっすわ、ほんまに。さっきも言ったけど、わからないことがね多すぎるまあこの最後のページで西方がね気づいた日って書いてるのと同等に、さあ思い出してください、この最初の表紙ですよね。ここに帰結するわけなんですよ。あの西方が走って帰っていった後、この西方の表情を見てくださいよ。この雨上がり、
水たまりがあるにもかかわらずそんなもの気にする余裕なんてないってぐらいもう全力で走ってるわけなんですよね。この春の快晴が作中の高木さんのね、晴れたねって言葉を象徴するかのように美しい春の空が描かれてるわけなんですよ。そしてこの表紙のコメント右上ね、書かれてますよね。走らずにはいられない、雨上がりの帰り道、そういうことなんですよね。西方の心、もう動き出したら走らずにはいられないんですよね。きっと走らずにはいられない、動き出したらもう止めることはできない、そして気づいてしまったら自分の心を止めることはもうできない。そして今回ね、わからないことが多すぎるんですけども、なんでこっから先全部僕の妄想です。いつも通り僕の妄想をずっと話していきます。よろしくお願いしますやっぱり今回の話、すごく大筋として西方のこの自覚、西方が自分の気持ちに気づいた日であるっていうのがすごいポイントになる話なんだと思うんですけど、ずっとずっと積み重なってきた西方の高木さんへの思いというか、ずっと西方はそれに目をそらし続けてきたわけですよね。原作もそうだし、アニメでもそうだったし、アニメは劇場版でね、2人の心が結びついて結論が出たってね、ところまで行きましたけど、原作ではそこまで進んでないわけですよね。で、西方の中のこの芽生え、自覚っていうのがどん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 成長してきて育ってきて、とどめを刺したのがこの11ページ12ページ13ページ目の西方の心が動いた瞬間だと思うんですね。でね、やっぱりこのシーンっていうのは何も特別なことじゃないんですよね。まあよく恋愛漫画であるような、なんかヒロインがピンチになって主人公が助けに来るだとか、2人が離れ離れになってもう会えなくなっちゃうかもしれないっていうタイミングでもないし、恋のライバルが現れてそのライバルの存在のおかげで気づくことができたとかいうわけでもないし、あ、今のはそれでも歩みは寄せてくるですねまあでもそうでもなく、本当に日常の一コマ、今までも散々あったような日常の一コマが西方の心を動かしたわけなんですよね。なんでここの高木さんも何も特別なことはそんなしてないんですよ。いつもの高木さんの横顔を見た瞬間、今までのこの、まあ、さっきのね、好きということっていうのを検索したっていうのもありますけど、その高木さんの横顔を見た瞬間に西方があって言ってるんですよね。高木さんのあはもしかすると普通に空が晴れたから、雨が止んだから、あ、止んだねっていう意味のあっていう可能性がすごく高いわけなんですけど、西方のあはもちろん高木さんの横顔を見た後のあなんで、この瞬間西方の心がカチッとハマったと思うんですよね。今まで散々モヤモヤしてきた、巡り巡って考えてきた高木さんへの思い、高木さんへの自分の気持ち、本当の素直な気持ち、これが西方の中でカチッとうまいことね、ハマった瞬間があって言葉で表現されてると勝手に思ってるんですけども、ただそれだけじゃなくて、その後に西方の心を後押しするかのように、いや、もしかすると高木さんはそのことに気づいているかもしれないっていう可能性も含めて、最後のダメ押しの言葉、晴れたねっていう言葉、西方からするとこの晴れたねっていうのは間違いなく自分の心のモヤモヤが晴れたねっていうことに通じてるし、高木さんもまるで西方の心を見透かしたかのように、その晴れたねって言葉を西方に伝えてるわけなんですよね。西方の心が晴れ晴れした瞬間ですよね。そんなさ、こんな美しい綺麗な表情でさ、晴れたねって言われてさ、晴れない男なんかいないよずっとね、高木さんのことは別にそんな好きとかじゃないって、もう自分の中で固くなりずっとずっと思っていたこの牙城が崩れた瞬間であって、それを決定づけたのは間違いなくいつもの高木さんのいつもの表情だけども、まるで自分の心を見透かしたかのようなこの晴れたねって言葉に他ならないと思うんですよ。西方の心にとどめを刺したのは間違いなくいつもの高木さんのいつもの言葉だったと思うんですね。そして最後、西方が高木さんを呼び止めるところがあったじゃないですか。ここもね、呼び止める必要なんか別にないんですよね。わざわざ高木さんを呼び止めてまで走ることを好きかもしれないって伝える意味ないじゃないですか。でも西方は伝えたかったわけですよね。この気持ちを言葉にしないといけないと思ったから、わざわざ高木さんのことを呼び止めたんじゃないですか。もちろん走ることについて好きかもしれないってもちろん言ってるわけなんですけども、もうこんなの別の意味があるって言ってるようなもんじゃないですか。どうしてもこの気持ちを言葉にしないといけない、高木さんに言わないといけないと思ったからこそわざわざ呼び止めたわけですよね。だからこれ西方の答えでもあるとね思うんですよね。
石方はね、素直な男の子だからね、嘘をつくのが本当に苦手なんですよね。作中でもさ、石方の優しさだったりとか、すごく実直なところとかね、すごくたくさん描かれてるわけなんですけども、今回のこの言葉も石方の実直さを如実に描いたシーンなんじゃないかなって思ったり、でこの後ですよね、高木さんの返しがさ、思った以上に淡白じゃないですか。ここがね、僕すごく測りかねてるところなんですけども、西方が自分の思いを高木さんに伝えて、その後もね、もう真っ赤っかになってるじゃないですか。この表情を見たら、高木さんはもうずっと西方と一緒にいるから、高木さんは西方の心がもうある程度わかると思うんですよね。把握してると思うんですよね。にもかかわらず、いつもの高木さんのいつもの笑顔で言葉を返してるんですよね。で今回の話ってさ、前編通して高木さんが頬を染めないんですよね。これが結構気になってて、特にこの11ページ12ページ13ページ目の今回のもうこの決めのセリフとかでも全く高木さんが頬を染めてないんですよね。最近だと結構高木さんの頬を染めるっていう描写が増えてきてはいるんですけども、今回のこの話に限っては前編通して頬が染まってないっていうのは、おそらく相手の表現だと思うんですよね。おそらく高木さんとしては、もし西方の心がいつも通り読めてるんだったら、もう嬉しくて仕方がないはずなんですよね。ずっとずっと西方のことを思って思い続けてずっとここまで来てるわけですから、その思いがついに実るかもしれないっていう段階についに進んだわけじゃないですか、今回で。もう例えば一期最終話の足バタバタだったりとか、2期のあの約束のね、あの回だとか、もうそれに匹敵するぐらいのもうとんでもないターニングポイントやったわけじゃないですか。でもあえてそこをね、頬を染める描写をさせてないってところが、やっぱり先生なりのバランス感覚なのかなって。まあ何度も言うかもしんないけど、高木さんっていう作品はそんなにドラマティックにこの2人の関係を描こうって作品では決してないじゃないですか。そういう表現はこれまでもほとんどなかったし、でも今回のこの描写、このシーンっていうのは作中ではもう群を抜いてこれぞっていう表現なんですよね。だから僕は間違いなくやっぱ高木さんと西方の心がこの一本の線でついに繋がった、西方の心がついに動き出した、二人の関係がついに一歩進んだ、半歩じゃなくて一歩進んだ激動の、もう神回なんて言葉じゃ収まらないほどの伝説の回だったんじゃないかなって思います。おそらくこれ関数で言ったら単行本20巻のちょうど節目にあたる話で掲載されると思うんで、これはもしかすると本当に来月号21巻からからかい上手の高木さんっていう作品のフェーズが一歩進む可能性もあるんじゃないかなって思ってます。このまま2人の恋がすぐに決着を迎えてしまうのか、ちょっと来月号どうなってるのかマジで想像つかないですね。いやマジでとんでもない話でしたね。ただね、でも山本先生のことなんで、来月号普通にいつも通りのからかいをしてる可能性大いにありますからねこれまでもさ、思い出会とかグリコとかとんでもない話ありましたけど、その後普通に掲載してますからね前例ありなんで、まあここはそこまで過度な期待するのもどうかなって思ってます。まあでもね、今回のこの話はついに西方の心がカチッとはまった激動の伝説の回だったんで、これはね、高木さん史に残る素晴らしい回だったと思います。というわけでいかがでしたでしょうか。来月号マジでどうなるか予想がつかないですけど、2人の関係に進展があるのか、新章突入するのか、はたまたいつも通りのね、日常会がね、またまた始まるのか、来月号のゲストさん楽しみにしておきましょう。というわけでこの動画楽しんでいただけたなら、高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。スージーでした。じゃあねー、来月号マジで楽しみ